物理的な視点での、神様、それは、霊プラスマイナス霊、と表されるもの、で。少なくともこれは人の、その様とは、異なる。あるかないか、を常に協議し続けている何か、というべきか。霊は唯一無二で、プラスマイナス霊はそれ単体で一つの宇宙ではあり。現実もまたその一つ、それとしてあり、その他の宇宙とも霊を介して繋がっている、世界と世界は、等価だ。というわけで、人は神にはなれないのです。なぜだ？ともかく神になれれば、すべて。物理法則が神で、アインシュタインは神様だ、という話をしても意味はない気もする。信仰としてそれ派。人が神になることができる、それなわけだ。特に真の始皇帝は一時とはいえ、あるいはその座に着いたわけで。彼は50歳を前に自ら摂取した睡眠中毒により死んでいる。神はその数年後に滅亡。それでも、理想郷か。